あの、集まりました。集まったか。なんすかこれは。まあ今ちょっとなんか人呼んでるんで、うん、はい、そいつらがちょっとなんか声聞こえてますけど、どうぞ。なんですか彼らは。あー、なるほど、ね、彼らなんですか。はい、まあ前回ね、はい、前回ってあれどれぐらい前、1週間前ぐらい、もうちょい前か、まあ1週間半弱ぐらいですか、うん、ね、草野球の動画出したんですよ、はい、第1回目の、はい、したらなんか僕もいいっすかみたいな感じで、いや違う違う、すり寄ってきたわ。いや違う違う違う、動画外でやってたでしょ野球を。確かになんかあれ勝手に空中分解になって、なんか勝手にやりますみたいな。聞いてないから、お前がいなかった時にな、うん、あれしてたから。ずるいですよ、僕たちはトライアウト中の時ってなんかね、なんかまあ確かにそれはずるいと思う、スーパースターみたいな感じだし、そんなこともないでしょ。いやもう経験者ですからね、一応。何年やってた野球。でも小2から中2ぐらいまでやってたから、もう約7年とか、まあそんぐらいやってたんじゃないですか、なんだから。から中2ってもうだってトランクひどいよ、ね、それと初心者お前らやったことないだろ。変わんないよ、もう変わんないでしょ。いや、ちょっと気になることがあるんですけど、うん、小2から中2までって言ったじゃないですか、うん、その中学はその満期やってなかったってことですか。そうですね、もうゲームやりたくなっちゃって途中でやめちゃいました。こういうやつはね、途中でへこたれると思うこれバイトなら落とされてますよ。なんかすぐやめてるけど。バイトじゃねえわ。君の紹介終わって、じゃあ彼が。なるほど。お前は何やりたいの、野球。やりたいよ、そりゃ。いや、今日休み。今日野球って話でしょ。違う違う違う、俺それで来てるもん。たまたま暇で来たんだ、ね、たまたま暇で来て、じゃあお前出ればってなった。あっちの廊下いる時、これ何撮んの、これ何撮んの。何の話かあったなって。でもこの見た感じは即戦力感がいい。まあまあ確かにね。ちなみに野球歴はゼロ。使えな、使えない。ガタイだけじゃ別にあれよ、野球無理よ。えバッティングセンターとかたまに行くしょ。いやなんだよそれ。いや舐めてんのか。じゃあこの二人加入ってことですか。まあまあ普通にそうでしょ。そりゃそうでしょ。そんな簡単には行きませんよ。いや、そもそもさ、お前ら2人はさ、どうせあれだろ、サッカーやりたいけどさ、なんか人望もなければ、なんかそんなさ、第2グループのベンチメンバーみたいなメンバーしか使えねえから、こっちの野球来てんだろ。あこいつは絶対ダメです。こいつチーム崩壊させます。こいつはごめんなさい、こいつチームのガンです、これ。ダメです、こいつは。え、今日は何ですか、この2人呼んで。なんかせっかくね、はい、なんか割となんかその、反響もあったんで、はい、はい、せっかくだったらもうチーム名決めて、ああなるほどね、なんかあの気持ちを高めようかなって。なるほどね。ユニフォームとかも作っちゃって。なるほど。おお、いいね。ユニフォーム作っちゃったらもうやるしかない。やるしかない。やるしかないっすね。なるほどね。形から入んだよね、俺らは。というわけで名前を決めようかなということで。ああ、はい。なんかあ、なんか一個案とかあるんですか、ドイターンさんは。まあまあ僕が発起人だから、まあドイターニえ、弱すぎだろ。お前だけ、お前だけはめて別のチーム作る。どこ伸ばしてんの、ドイターニ。ドイターニ、まあ一個これ案として、案としてね。ないですか、今さ、なんか。津田ロッテマリーンズ。ダサいって。津田ロッテマリーンズやめろって。津田ロッテマリーンズってもう歌もあるしね。にしよう。サブローみたいに言うな。津田ロッテマリーンズこれで、まあ、ダメよこれ。津田ロッテマリーンズは怒られちゃうから。怒られちゃうよ。だってサイズ感小さくしたらダメだろ。あるから。もうサッカーのサッカーのエッセンスを入れてもいいよ、うん、なるほどね。もうそしたらなんかね、あれが第二 FC とかどうすか。サッカー強すぎだろ。お前 FC の FC の知ってんの。フットボールだから第二 FC みたいな。これで野球やってるって尖りすぎだろ。確かに、この舐めてんなって感じ。舐めてるよ。これで野球下手だったら結構ガッツリやかしに近い。だったらいいじゃん、もうちょっと野球ニュースって DBC でいいじゃん。DBC? 第二ベースボールクラブね。あもっと肩外してもいいのかもしれないね。まあ別に第二から離れても、いや全然離れてもいいと思うし、まあ全く関係ない感じだもんね。マリーンズだってもう意味ね、マリーン なんとかにズーつけただけですから、うん、好きなものにズーつけるっていう方法もある。確かに。チーター&スピード。超スピードチーム。
チーターだ。誰も勝てねえ俺。チーター。チーター。チーター。なんで肩ちょっと外してね、一見として、まあ、確かに肩を外してこう、どんどん、うん、なんか佐々木とかないの、なんかマッスルズとかまあ、ジムの友達やねんて野球から駆け上がれてんマッスルズで俺ら来たら笑われちゃうだろどこですか、マッスルはまあ、なんかマスコットキャラみたいのやっぱいるじゃん。あーですね、そうそうそう、確かに。なんでこのやっぱ習志野市のあの習志野ってキャラいるじゃないですか。あいつをやっぱ迎えたと仮定して、うん、習志ドジャーズドジャーズドジャーズあるからねドジャーズマイケンも来てくれるかもしれないから来なくてねえだろマイケンもドジャーズじゃないかワンチャンでも俺あのダルビッシュ来ると思うんだよねドジャーズ、ねワンチャン、ワンチャン新庄さんも来る可能性ある。トライアトワったら、トライアトワったら。まあ、とか、まあ、前回の流れで言うと、ルーキーズとかもね。いやいや、ルーキーズは、それ大丈夫。まあ、商標登録するわけじゃないから。うん、クールボーイとか。なんだクールボーイ。英語で、英語じゃねえか。英語でクールボーイ。クールボーイズ。だったら、ウォーターボーイズとかでいいじゃん。クールボーイズ。ドラマで撮りすぎちゃう。ひどいなぁ、お前ら。いやいや、お前の一番最初に来たよ。ドイターニドイターニが一番ひどいよ、お前のせいだからなんだろう。まあじゃあさ、その現時点での名前をつけようとしてるわけじゃん、うん、土地とか、うん、じゃあその目標を定めてそこに向けての名前をつければいいじゃん。あー、なるほどね。なるほどね。そしたら一生ずになっちゃうけどお前解散じゃねえか。ザコガリーズ。なんかやだな、ザコガリーズ。本当やだわ。ザコガリーズやだな。本当に恥ずかしいわ、ザコガリーズ。まあ、ちょっとないのから消していきますか。うん。まあ、じゃあまず一番上からいけ。ドイターニから。え？ドイターニはないだろ。ドイターニは本当にない。確かにな、なんかあの。ボンジョビアもないな。死んだ。津田ロッテマリーンズ。ゴロはいいんだよな。津田ロッテマリンズ。ゴロはいいんだよな。津田ロッテマリンズ、まあ消すわ、一旦一旦丸にしとく。俺変な名前つけたで学んだことあるけど、うん、基本施設の予約とかするときにこの名前使わないといけないわけマジ恥ずかしいから予約するときにあのお名前まであの津田ロッテマリンズなんですけどがあるからね。第二 FC と DBC 消したべ、今なんで流れで消してるの。なんで流れで消してるの。 FC はわかるよ、サッカークラブも、うん、いや、なんか一個一個触れていくのもあれだから、どうせ言ったら消すことになるから、うん、早めに消してくる。ということは、チート&スピードはチート&スピードどういう意味がわかんないチーターのように早く走れってことだよ。リレーのチームだったらまだわかる。マッスルズはまあマッスルズ面白いな。なんか好きだよな、マッスルズ。でも出てきて俺たちってのがちょっと面白いんだよな。ユニフォームをあの筋肉の上にしてマジ出落ちだろ俺マッスルズ。習志野ドジャーズの習志野に聞いてからルーキーズもダメだ。問題なんもんクールボーイズ、モーターボーイズに分け上がってないでしょ。一生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 残す。ザカリズも残しいんだ。ザカリズはまあいいですか。一生ってさ、せめて英語にしない。ダサすぎるんだけど。あの、すみません、あの、一生図で予約したいんですけど、正しいもん。あ、すみません、一生図ってどう書けばいいですか。数字の1に、カツ、カタカナの図が全部明朝体にしたら、弱すぎる。しかも、この数字、漢字、カタカナっていう見たことない。こんな一貫性ないじゃない。これでもあの他のメンバーとか今後加入するメンバーにもまあ一応聞いときたいから、まあ一旦保留で、でまあ視聴者投票とかいろいろ見て、こんな名前あるんですけど僕入れなきゃ使わせませんみたいなやつ現れたら、もうそいつ入れるしかないし。入れてるのもしないよ、そいつ。だけどね、じゃあまあ名前はまあじゃあまあおいおい、はい、決めていくとして、はい、どうしますか、次は。次は何か、何やりますか。応援行きたいね。あ、ポジション決めるとか、適正テストするか。じゃあポジションの時、適正テストね。これで、もう、一生いくから。いやいやいや、もっと柔軟にやれよ。確かに、でもその、一回外出て、ちゃんとノックとかしてみて、
本当のスキルを全部見たい。確かにそうだね。まあじゃあそんな感じで、うん、まあ、はい、これはでもまあそんな月1ぐらいですよね。そうですね。じゃあ次回のその進捗をお待ちください。はい、はい、だけでありがとうございました。ありがとうございます。